実際に岩沼市役所に、まあ、足を運んでみて、まあ、職員同士の雰囲気が良くて、まあ、働きやすそうな環境だなと思ったから岩沼市役所を志望しました。職員同士、まあ、業務中だったんですけど、まあ、職員同士、まあ、笑い合ったりとか、まあ、なかなか他の市役所ではなかなか見ない光景だなと思いました。はい、まあ、分からない時とかも、まあ、先輩から聞く時に、まあ、俺も1年の時にこの時は分からなかったんだよなと笑いながら、まあ、流してくれたり、まあ、そこはちょっと気楽に、まあ、質問とかできやすい環境になっているのかなと思います。まあ、岩沼市役所は、まあ、田園の風景だったり、まあ、あとは、まあ、交通のアクセスが良かったり、まあ、あと有名観光スポットがあるので、まあ、都市部の暮らしと田舎の暮らし両方、まあ、感じることができるので、まあ、そういったところで働きたいなと思って、まあ、岩沼市役所を指名しました。やっぱ竹駒神社とかはやっぱり1月1日の、まあ、正月とかには毎年行っています。はい、私はやはり、岩沼市の小十郎というところのラーメン屋が、まあ、月に1回は通っています。現在のお仕事の内容について教えてください。はい、私は市民税務課に所属しており、していてその中でも収納業務と徴収業務を行っております。まあ、具体的には、まあ、納期限内に納付できない事情がある方についての、まあ、納税相談だったりを行ったりしております。市税の滞納について、まあ、実際に滞納をなくして、まあ、観音へと導くことができたときはとても達成感があります。そうですね、まあ、偶数月の、まあ、年金が入る月だったり、まあ、あと毎月末の時はやっぱり市民の方がたくさん来るので、まあ、窓口対応だけで、まあ、1日終わったり、まあ、その分市民の方と多く触れ合えるのは魅力でもあるんですけど、まあ、大変な、まあ、1日中、まあ対応でちょっと追われることが、ね、まあ、そこは大変なところかなと思います。はい、私自身入庁して2年目になりますが、まあ、岩沼市役所は若い職員が多くて、まあ、分からないことがあれば、まあ、上司や先輩が優しく丁寧に教えてくれるので、とても働きやすい環境だと思っております。まあ、皆さんと一緒に働ける日を心待ちにしております。